皆さんこんにちは。ハリウッドで俳優にチャレンジしている大志です。今回の Vlog は僕のダイエットの様子を紹介しようと思います。玉木大志、暴飲暴食をしてしまったので激太りしました。これはやばいということでダイエットしようと思います。ダイエットの様子はですね、動画の後半で出てくるので、よかったら最後まで見てください。それでは早速行ってみましょう。おはようございます。月曜日ですね。いつも通り朝散歩をしております。ただトイレットペーパーが切れてるのを思い出して、散歩がてらにセブンイレブンにやってきました。トイレットペーパーゲットです。家に戻って軽めの腹筋を10回やります。朝シャンで汗を流したら、久しぶりに体重計に乗ってみました。ほぼ75キロですね。絞ってる時はだいたい70キロぐらいだったので、5キロほど太ってます。やばいですね。 T シャツを脱いで体をチェックしております。このお腹周りのお肉がやばいね。これが食べまくって飲みまくったツケです。これは俳優としてマジでよろしくないですね。ダイエットを決意しました。そして着替えたらゴミ捨てです。アメリカはリサイクルか可燃の分別しかないのでめっちゃ楽ですね。そしていつも通り車に乗ろうとしたら、鳥の糞めっちゃついてる。最近洗車したばっかなのでムカつきます。ストリートパーキングだとこういうのよくありますね。気を取り直して向かった場所がバーブコーヒーです。やっぱりおしゃれなカフェに来るとやる気が出ますね。最近はカフェイン抜きにしてるので、デカフェのアイスコーヒーを頼みました。カフェインがなくてもコーヒーを飲むとやる気のスイッチが入ります。というわけで、いつも通りやることを書き出ししたら、最近全然やってなかった中学英文法を再開します。今2回目なんですけど、結構忘れてるところもあってやばいっすね。これから文法も頑張りたいと思います。英語の勉強が終わって次に向かった場所がマルカイです。日本のスーパーマーケットですね。今日はここで買い物したいと思います。大根に卵、そしてキムチ、あと忘れちゃいけない大麦若葉の青汁です。日本のスーパーマーケットでしか買えないものも多いので、たまに来ていろいろ買ってますね。買い出しを終えて次の場所に向かいます。まだフロントガラスにびっちり鳥の糞がついております。はい、気にしないで運転します。そしてノースハリウッドにあるベーカリーのレストランに来ました。いい感じのレストランですね。今日は役者の先輩とここでランチします。初めて来た場所なんですけど、店員さんにおすすめを聞いたら、このザ・スパイシートメイトっていうのが美味しいよって言われたので、これを注文しました。オーガニックのトマトをソテーしたものみたいですね。ウェットオムレツって言ってました。はい。ちょっとよくわかんないんですけど、でもね、これめちゃくちゃ美味しかったです。そしてなんかおしゃれな味がしましたね。普段からこんなおしゃれな飯が食べたいって思いました。そしてデザートも食べちゃいました。いやー、ダイエットしないといけないのは分かってるんですけど、食べちゃう自分がいます。まあしゃあないですね。ランチを食べ終わった後に先輩の家に行くことになりました。ここすごくない？プールとジャグジーがついてるコンドミニアムです。やばいよね、こんなとこ住んでみたいっす。テラスでコーヒーを飲みながらいろいろアドバイスいただきました。いやー、俺もねちょっとこういうところに住めるように頑張りたいと思います。はい、先輩と別れて来た場所が、そう、 LA フィットネスです。ダイエットのためにジムで筋トレ再開したいと思います。筋肉をつけて代謝を上げることで痩せる戦法ですね。でも久しぶりの筋トレなので、軽めの重量からやります。無理しないのが一番。そして最後に腹筋も忘れずに頑張ります。筋トレを終えて帰ってきました。いい感じでね、乳酸が溜まっております。そして帰ってすぐにミーティングです。 YouTube の編集を外注しているので、そのミーティングですね。ミーティングを終えて早速ご飯にしようと思います。普通にボリュームあるんですが、プロテインを多めの食事にしてます。炭水化物と違ってプロテインはすぐお腹いっぱいになるので、ついつい食べ過ぎちゃう人はプロテイン多くするのおすすめです。しっかり歯ブラシしたら今日は寝ます。でもその前にこのマッサージガンで胸をマッサージしちゃいます。これをやるのとやらないのではね、次の日の疲れが全然違います。はい、というわけで月曜日はこんな感じです。おやすみなさい。はい、火曜日ですね。おはようございます。いつも通り朝散歩をしたら、家で体重を測ります。ちょっとだけ体重減りました。はい。今体重を減らすよりもジムで筋トレする習慣を作りたいと思います。早速いつもの朝ごはんを作っていきます。オーガニックプロテイン、筋トレ始めたので2杯入れていきます。そしてビタミン C、 昨日買った大麦若葉の青汁、これで完成です。早速一口飲んでみます。うん、うまい。
そしてお腹が空いた時用に間食のおやつたちを準備したら、今日も行ってきます。コインデルーに着きました。いつも通りホットコーヒーを飲んだら、これむっちゃ暑かったですでもね、気を取り直して、キャンブリーでオンライン英会話をやっちゃいます。今回の先生はイギリス人だったので、ブリティッシュアクセントでした。なんかアメリカだとブリティッシュアクセントはすごいセクシーに聞こえますね。はい。キャンブリーが終わったら YouTube の編集やっちゃいます。編集外注もしてるんですが、まだまだ自分でもやっていますね。頑張ります。オラ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 。そして昨日の筋トレの筋肉痛が結構きてますね。おっぱいが痛いです。はい仕事も一段落したので次の場所に向かおうと思います。ただ筋肉痛でね、うまくジャケットが着れないっす。はい、ちょっと頑張りすぎちゃったかもしれないです昨日。そして移動の間にゆで卵を食べちゃいます。空腹になると筋肉が破壊されちゃうので、プロテインを補給です。ゆで卵普通に美味しいよね。毎日最低2個食べるようにしてます。次に向かった場所はカーウォッシュです。やっとこれでフロントガラスの鳥の糞をやっつけることができますね。だいたい洗車は一番安いのにしてるんですけど、12ドルぐらいですね1回。シビックちゃんが綺麗になってよかったです。ちなみに車のトランクは第2の倉庫みたいになってるので常に満杯です。はい。家に帰ってきたら早速 YouTube のナレーション録音しちゃいます。と、前の動画でね、元気ないナレーションとかもあったから、ちょっと元気よく喋っていこうって思いました。はい。ナレーションを取り終えてダイエットのためにジムに向かいます。 LA フィットネスに来ました。夕方前だったのでそんなに混んでなかったです。早速今日も頑張っていこうと思います。ここで筋トレする前にエネルギーチャージ、羊羹です。羊羹はね、低糖質なので、今後はドーナッツとかじゃなくてこの羊羹を食べていこうと思います。この羊羹めっちゃうまい。日本最高っす。はい。そして今日はね、スクワットで下半身を鍛えていこうと思います。スクワットで使う太ももの筋肉は大きいので一番カロリーを消費します。お尻にも効くのでダイエットしてる方はスクワットおすすめです。でも久々なのでね、軽めにしときたいと思います。太ももにむっちゃ乳酸溜まっております。うん。そして最後に腹筋をやったら終わりです。オラ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 。疲れました。軽く歩いてクールダウンします。というわけで筋トレを終えて帰ってきました。今日の夜ご飯です。筋トレしてる分食事もしっかり食べたいと思います。食べないダイエットしちゃうと不健康になりがちなので、しっかり運動してしっかり食べるダイエットを心がけています。こんな感じで火曜日は終わりです。はい、水曜日ですね。おはようございます。朝シャンして今日はヒゲも整えちゃいます。日本で買ってきた極潤これこれいいよね。最近顔も日焼けしてきたのでアロエジェルで保湿しちゃいます。いつもね適当に買ってるんだけど、おすすめの化粧水とかフェイシャルケアのやり方があったらコメントで教えてください。そしていつも通りカフェに出発です。今日はサイトグラスコーヒーに来ました。やっぱりいつ来てもいい雰囲気のカフェです。さて今日のやることを書き出しやっちゃいます。で、今日はねコーヒーじゃなくてカフェラテを頼んでみました。このラテアートが可愛いよね。うん、美味しいです。そしてアクティングクラスのシーンの分析をやってるんですが、全然わかんないです。いろんなシーンを勉強してるんですけど、パッとすぐに理解できるシーンもあれば、中にはね全くそのシーンの目的がわかんないこともよくあります。でも自信がなくてもね、もうこれって決めてそれをやりに行くしかないです。失敗するときは中途半端じゃなくて思いっきり失敗してやろうっていつも心構えしています。シーンの勉強が一段落したので帰ろうと思ったんですが、まだ胸ががっつり筋肉痛です。はい。そしてここで完食のナッツを食べようと思います。ゆで卵も忘れずに。最近は移動時間の車の中で完食を食べることが多くなりました。でもね、すごくヘルシーなもの食べてるのでめっちゃ健康になってる気がしますね。はい。続いてやってきたのがハリウッドにある LA フィットネスです。今日は筋トレなしなのですが、水泳で体をほぐしていこうと思います。胸筋が筋肉痛で凝り固まってるので、しっかり準備運動して泳ぎたいと思います。そして最後にジャグジーで体をいたわります。はい、今日はこの後すぐアクティングクラスなので CVS でご飯を買おうと思います。日本と違ってね、手軽に食べられるものが少ないのでお腹空いた時は結構困っちゃいますね。今回はチキンラップにしました。あとヘアオイルも切れてたのでこいつも買っちゃいます。はい、買い物を終えたらまた車でご飯です。
なんかずっと車で一人でご飯食べるのって寂しいよね。でも気持ちを切り替えてアクティングクラス行ってきました。今日はね、自分のシーンなかったので見学だけだったのですが、それでもすごくいい勉強になりました。家に帰ってきてご飯を食べちゃいます。ちょっと作りすぎたかもしれないんですけど、もりもり食べちゃいました。はい、こんな感じで水曜日は以上です。おやすみなさい。木曜日ですね。おはようございます。朝散歩からのサンチンです。朝から精神統一しちゃいます。家に戻ったら10回だけ腹筋やっちゃいます。シックスパックが欲しいです。そして体重も測ります。うん、ほぼ変わらない。でね、ちょっと風呂場の汚れが気になったので掃除しちゃいました。何か急にね、掃除したくなる時ってない？俺たまに無性に、あ、掃除したいってなります。現実逃避してるんだろうね。続いて昨日の洗い物もやっちゃいます。割とね、夜は疲れちゃってるので朝に洗い物をする派です。そしてゆで卵を準備したら今日も行ってきます。アーサムコーヒーに来ました。朝早いのでまだ誰もいないですね。コーヒーの代わりにカモミールのハーブティー頼んじゃいました。本当はデカフェのコーヒーを頼もうと思ったんですけど、なかったです。でもね、ハーブティー癒されるぜ。よし、一息ついたら早速中学英文法やっちゃうぜ。オラ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 。そしてまだね、胸の筋肉痛が治らないです。年取ったら筋肉痛の治りって遅いのかな。年を感じる大使です。きっとこの痛みは筋肉が成長してると思って、そのまま YouTube の編集頑張っちゃいます。立ちながら作業すると意外と集中できるからおすすめですね。座りすぎは良くないらしいです。みんな地にならないように気をつけて。そして来週の課題の映画です。今回はね、モノローグにチャレンジするので気合い入れて頑張ります。でね、知らない人に急に話しかけられて、そのブーツ可愛いからブランド教えてって言われました。アメリカだとこんな感じで声かけられることって多いですね。お気に入りのブーツ褒めてもらえて嬉しいです。そして映画を見終わった後は LA フィットネスです。今日もやったるぜ。今日は肩の筋肉を鍛えて逆三角形の体を目指します。あと俺、肩のね、筋肉が弱いのか、この筋トレ苦手なんですよね。でもめげずに頑張りたいと思います。そして締めはやっぱり腹筋です。シックスパックじゃー。最後にジャグジーで体を癒したら次にスターバックスに来ました。実は今コーチングをしてもらってて、自分の夢やゴールを達成するために月に1回セッションしています。一人じゃね、ちょっと怖くて勇気が出ない時とかあるんですけど、コーチにね、背中を押してもらえるってすごく助かるし、そういう存在がいるといないのではかなり違いますね。コーチングに興味がある人は概要欄に詳細貼ってるので、よかったらチェックしてみてください。コーチングのセッションが終わって次に向かった場所は久々のコーディー。はい、元気そうでよかった。そしてエイタくん、今日はね、エイタくんの手作りパスタをご馳走してくれるみたいです。イエーイ、久々に食べるパスタ楽しみです。エイターズキッチンが始まりました。コーディーともね、最近の近況報告ができてよかったです。やっぱり頑張ってる人の話を聞くとモチベーション上がります。コーディー、俺ももっと頑張るね。はい。そして、パスタが出来上がりました。いや、筋トレ後でお腹も空いてたので最高でしたね。パスタ、エイタくん、美味しいパスタありがとうね。そして楽しい時間はあっという間です。家に帰ってきました。今日も疲れたぜ。やっぱり運動するとね、自然に夜が眠くなるからいいね。というわけでおやすみなさい。おはようございます。金曜日ですね。朝からこんな格好して待っていたのは友達のジャダーです。発音合ってんのかな。はい、そう、今日は2人でハイキングに行きます。ジャダはね、スタイリストでコマーシャルの仕事で一緒に働いた時に家が近かったので仲良くなりました。めちゃくちゃいいやつですね。もう陽気な黒人です。はい、今回はジャダーのお気に入りのハイキングスポットに連れてきてもらいました。ちょっと丘を登ったらすぐ池がありましたね。 LA では珍しいです。亀も気持ちよさそう。朝ちょっと冷えたんだけどね、晴れてきてかなり暑くなってきました。ちなみに上裸になるのは LA あるあるです。みんなだいたい上裸で日焼けしていますね。1時間ぐらいのハイキングを楽しみました。やっぱりね、ジムだけじゃなくてこうやって自然の中で運動すると本当に癒されます。そしてハイキングの後はカフェでランチすることにしました。シルバーレイクにあるこのカフェ、すごい人気で来たかった場所です。めちゃくちゃ嬉しいですね。ジャダーがここ行きつけって言って連れてきてもらったので、めちゃくちゃ嬉しいです。ジャダーもテンション上がっておりますね。そして俺はジャダーがおすすめしてくれたこのトマトジャムサンドイッチにベーコンを追加したのを頼みました。
これ14ドルですね。ぶっちゃけトマトジャムにベーコンってうまいのって思ったんですけど、むちゃくちゃ美味しかったですトマトジャムの甘さとベーコンのしょっぱさがむっちゃ合うはい。いやー、ハイキングして美味しいランチ食べてもう最高ですね。うん、ジャラーはね、分野は違うんだけど、ハリウッドで同じ業界で頑張ってる友達ができたのはめっちゃ嬉しいですね。ジャダーとは家も近いので、またハンガーアウトしたいと思います。そしてジャダーと別れて着替えて向かったのはコインデルーです。はい、午前中はいいリフレッシュになったので、この調子で午後も仕事頑張りたいと思います。というわけで YouTube の編集やっちゃいます。オラ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 。はい、今日はこんな感じでいいかな。うん、家は洗濯物がたまりに溜まってたので、今日はコインランドリーで洗濯します。家に洗濯機がないのほんとめんどくさいんですけど、その分家賃が安いんでね、仕方ないです。いつか俺も先輩みたいなコンドミニアムに住みたいです。というわけで僕の1週間はこんな感じでした。ダイエットを始めたんですが、食事制限はせずにしっかり運動していい体を作っていこうと思います。もう夏終わっちゃったんだけどね、始めるのに遅いってことはないと思うんで、ダイエット一緒にみんな頑張ろうぜ。はい、そしてこの動画がいいなって思ってくれた方はチャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。